星のカービィインデラックスとは、おなじみカービィちゃんをはじめとする可愛らしいグラフィック、美しくも可愛らしいデザインで描かれています。そして操作が簡単、かつ多彩なコピー能力でいろんなアクションを楽しむことができるのです。4人までのマルチプレイも注目。このシリーズではパート1だけ霊夢とマリサの2人、以降はおなじみの4人で一緒に冒険します。ストーリーはもちろんミニゲームもたくさんあるよ。ボリュームたっぷり、飽きることはありません。そんな星のカービィインデラックスをくまなく隅まで楽しむし、皆さんも楽しんでくださいね。ねえ、行ってみろ。いつものごとくケーキを求めて追いかけっこ、かっこいい大王様が一人で追いかけてるの変な感じするな。メタさんも綺麗に。そして落ちる箱舟。で、優しいカビチャは出会って数秒のよそ者に手助けするのでした。今見るとここ瞬時に善意を悪用するこいつやべえよな。最高ですわ。そして行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。おめえも頑張んだよ。ということで早速鳴らしていきますか。初っ端は私たち二人で小手調べするぜ。そして今回はマホロアがいろいろ助けてくれると、ほほうただの引きこもりニートじゃなくなったと。参戦だぜ。じゃあ軽く攻略するわよ。なんで向かい合ってんだよ。知らんな。さあゴールまで運べよ。おい。まあいつも通り初手相当コピーしまして、大体お決まりのコピーだぜ。くんさい。名誉力だ。おなじみすぎてとっさに出せてしまうコンボ、星も一発撮りするぜ。そしてこれもおなじみの洞窟、鍵落とすなよ。ふふん、まさかあのバカじゃあるまいし、キャピーの傘も問題なくすり抜けるんですわ。最初のスピアゲットだぜ。スピアゲット。アイテムの回収はマリサ任せた。おいつもの仕事だろ、慣れてるぜ。ワープを有効活用するわよ。二人ならではの作業分担。おーい、よいよぞい。じゃあいただくぜ。デラックスになったスーパー能力。すべてを叩き潰してやる。いろいろと進化がやべえ。スマブラみたいに手前やられもするんだな。私までひるんでるんだが。知らんな。あ、聞いてね。避け方変わってんな。さあ令和の異空間行くわよ。あー、おー、かなり変わってるわね。グラフィックはともかくモノクロじゃなくなってるな。壁が迫ってきてるし、さっさと駆け抜けるわよ。ちゃんと弾で押し戻すこともできるぜ。手早いな。おい、全速前進だ。構わず進め進め。目の前の看板ガン無視する。えへん、遅いのよあんたは。そんなこと言ったって6年ぶりなんだからよ。ほら吸い込めー。あの頃はリモコン食ってたのが懐かしく感じるな。この弾が勝手に倒してくれるのが異空間の気持ちいいポイント。サクサク進むぜ。このハリボテも6年ぶりねー。懐かしみながら吸い込むな。さあーて今回のコピーたちは、熱くなるよ。ファイアにソードだぜ。信頼のファイアをいただく。じゃあ消去法でソードにするわ。剣ビーム貯められるぜ。さあ最初のガガンボが来たわよ。スピアローパーな。こんなもん左魔地獄で焼却してやるわ。歩く焼却炉だぞ。中心青くなってんな。おれい、いいダメージよ。さあここに戻ってこい。よっしゃー。イオシ私が取るわね。おい、スピアコンプリート。ということで無事1の1はクリアと。まあ当然なんですわ。ここの演出豪華になってる。ゴールゲームも再び、勝手に始まらなくなってるな。うっさー。何？くっそ、少し早かったか。ボーナス美味しいぜ。じゃん。おお、過剰なカロリー投与。私はトマトだぜ。とにかく一面はクリア。スーパー能力も異空間も久々でめっちゃ楽しいな。これぐらいじゃんじゃん行くわよ。さすがにどんなステージだったか。今のはお気に入りだったリーフくん。でも親切に2匹目も置いてくれてるわ。めっちゃ久しぶりねー。ダッシュ攻撃にアッパー。無敵ガードとゲータッシャコピーだぜ。DX ではいかほどか。キルルンマウヨダンシング。この派ダンスで拡散し、華麗に当たりを攻撃だ。LR でガードをすれば、あれどこかに消えちゃった。技覚えてるか。久しぶりすぎて覚えてない。見たところ新技はなさそう。リーフくんいい場合出てないから。まあ感覚で思い出していくわ。この範囲とガードが楽で気持ちいい。そしてオープニング以来のワープスターだぜ。よしともしびみたいにワープして船のパーツ全回収するわよ。スピアもあるだろうが、それにデラックスを隅々まで楽しむんだぜ。敵は華麗にスルーしていくワープスターくん。優しい。いつも必要以上に引いてボッコボコにするけどな。さあーて今回のコピーたちは、どうやらカッターだけだぜ。こいつ見るたびスパイダーないのかと思うわ。残念ながらスターアライズだけだぜ。カナピー、同じような感じでクリーンとかもな。カッターの扱いに慣れてきたマリサ。ファイナルカッター。やっぱスマブラの印象強い。ワープスターとは変わって敵を蹴散らしながら進むぜ。奈落に落ちていくコモくん。いいブーメラン持ってるわねー。それ浜口さんのセリフや。よーし、これでワンアップね。今後残機バカスカ減る気がするから貯めとかないと。まあ貯めといて損はないな。祭りの予感。お前そう言っといて落ちるなよ。問題ない。来た
たわね大砲。制限ある中山なりの弾をしっかり当てていくんだぜ。目の前の敵が花火と共に消えていく美しさ。か、硬いブロックも難なく壊せるぜ。って待ってくれー。遅いんじゃお前は。全速前進だー。アップねー、ホバリングできないんだったわ。2面にして早速落下するとこだったぜ。マリサお願い。あいよ。スフィアゲット。掃除係を倒して扉に入ります。かわいそう。おニードルもらい。じゃ大砲は私が預かるか。そうね、手踏み台にしてんじゃないわよ。いてぇ、お前の弾も当たっとるがな。コントロール難しいからしゃあない。サクランボ発見。私は先に進むぜ。おい、先進むのが悪いんじゃ。理不尽言うな。お記念すべき初ダメージだぜ。うるせえ、はよトマト取ってこいや。しょうがねえな。というか普通に口移しに戻ったんだな。ハイタッチじゃ腹は膨れないから仕方ないわ。なんだそのリアリティな感想は。この先にスピアがあることを忘れてはいけない。逃したことあるからこそ覚えてるもんだよな。オッケー。2面もあと1個よ。ついに来た。大好きなやつ。もちろんビームになるぜ。流れ的にボスだし久々に気合入るな。スパークみたいに暴れてんじゃないわよ。さあお相手は。最近でも出番は減らないギガントエッジだぜ。盾持ってても背中が。めっちゃヘイトもらってて笑う。この野郎。まあボコボコだぜ。糧にしてくれるわ。まあ針よりは使い勝手良いだろ。あ、これいけるわよね。ビームだよビーム。いやビームはあんたでしょ。お前の剣ビームだよ。あー暴発。オッケー、これで2面もコンプだぜ。スフィアゲット。そして体力減ってるからジャンクフード食べないとね。普通に栄養取れ。無事クリアだぜ。さて今度こそてっぺんに行くわよ。せーの。ダメでした。だがこれはゾロ目ボーナスだぜ。あ、そんなのもあったわね。じゃん、でもやっぱ1のゾロ目欲しいわね。次は取ろうぜ。いつものご褒美フード。さっきジャンクフード食べたのに。満腹だけどどんどん進むわよ。絶対後で痛くなるやつ。気にするな。しっかり集めてるぜ。おっと、何？また変なこと企んでるの。テーマパークだとよ。どこにそんな資金があるんじゃ。まあ今度行ってみようぜ。ゴーだ。ここにはあいつがいたはず。シャッター。おっさなスパーク、ゲットだぜ。ずっとプラズマとしのぎ合ってるやつ。まあもろかぶりだからな。さて潜っていきましょう。で早速踊ってるわね。パワーを貯めてんだよ。っていうか貯めながら走ったりするの地味にむずいぜ。置いていっちゃうわよ。待ってくれ。しょうがない、私もなるか。やってみると楽しいぞ。別れ道、当然こっちだぜ。ボタン1個で出る技が気持ちいい。その気持ちよさで下のスフィアを忘れちゃダメよ。スフィアゲット。スマブラしてるお前じゃないんだから大丈夫だぜ。あ？さらに深く潜るぜ。スパークはマリサに任せてソードに戻るわ。遠距離はお手の物だぜ。ケーキいただき。私はこっちね。かなり残機も溜まって安心感出てきたな。さあ仲良く並んでる雑魚を星にしてやるわよ。なぶそうな。申し訳ないんですわ。私が壊した方が楽だぜ。中身はスイッと。あれは熱くなる。よっしゃ、高ぶってきたわよ。次があのステージだもんな。バーニングのおかげで移動が楽ちん楽ちん。そためながら走れねえ。貧弱貧弱。ひたすらバーニングで突っ込んでんじゃねえ。お、鍵付きの扉だぜ。ここで落ちたらあのバカと同じよ。マリサ、なんかすげえ嫌だなそれ。はははバカ言われてるぞ。はよっしゃ鍵発見。道中いやらしい穴だらけだったから気をつけるぜ。シャッツを落としてきたわよ。助かる。まあこの程度カビ茶のジャンプ力なら余裕だぜ。ホバリングできない緊張感は独特よね。オッケー。順調に2個目もゲット。ここもあと1個だな。いやバーニングがマジで早い。さっきから遅い。セーフセーフ。何やってんだよ。まだ洞窟は続くぜ。見覚えのあるトゲねえ。はい出た。こいつ先に進むごとに自殺方法がややこしくなってくよな。穏やかじゃないですね。無事先に到着。行くぞ。ここで待ってろ。くたばり損ないに射出。こうして無事命を救った一行であった。いや結局倒しとるがな。よしこれフリートだぜ。フェスティバルに行け。これはちゃんと叱るべき場所で使いましょう。楽しみだな。スフィアゲット。一発目から見逃すことなく取れたわね。そして敵がいるけどここでは使わないのよ。フェスティバルはまた次回使うぜ。羽で私隠れてんだが。懸命の祈り届くか。今回ラストゲームだぜ。が、ダメ。あ、残念。次回こそ1のゾロ目狙うわよ。じゃん。なんで私最初行けたんだろ。しっかりしなさいよ。
ともあれ無事スフィアはコンプ、早く次行きてー、あの能力のステージだもんな。だが今回はここまでだぜ。次回は今回のバイデラックスで暴れ回るわよ。私が追いつけるように頼むぜ。それじゃあ今回はこれで終わるわ。次回も、ゆっくりしていってね。